デジタル庁の職員の皆さんが、デジタル庁で働いてよかった、面白かった、やりがいがあった、そう思えるような職場環境、あるいは業務内容にしていかなければいかんというふうに思っております。大臣室はオープンにしますから、デジタル庁の人で、これはちょっと大臣に一言言わにはいかんというものがあったら、 大臣室にメールでも電話でも入れていただいて、時間のある限りお目にかかりますんで、どうぞ大臣室に来ていただきたいと思いますし、メール送っていただいても、一向に構いません公務員が日本もようやく開店ドアで、官と民の間を行ったり来たりできるようになった。 あのそういうお手本にしていかなければならないと思っておりますし、民間から来てくださった方が、このデジタル庁で何年か仕事をして、また民間に戻られた後やっぱりもう一回デジタル庁に行って、国の仕事もやるか、そう思って戻ってきてくれるような、そういうデジタル庁にしていかなければいかんというふうに思っております。あの特に えー、霞が関をやめて民間に行った人にやっぱり戻ってきてちょっと助けを欲しいなそう思っておりますんであのこれを見ている皆さんの仲間で霞が関をやめて民間に行った人がいたらもう一回国のために一肌脱がないかそう言って積極的に声をかけてもらいたいというふうに思っております。初代であったあ 平井拓也大臣は、まあ、井戸を作った人そして私たちに水を与えてくれた人井戸を掘った人を忘れないそんな思いで10ヶ月間勤めたところもありますそして私たちはそのおかげで土をしっかりと耕し種をまきそしてどのような方向に進んでいくのかという支柱も立ててえ鶴を張ることができるように 前に進むことが上に進むことができるようにというふうに努力をしたつもりでもあります皆さんのおかげでえつぼみが花を咲かせようとしているそんなタイミングに今差し掛かっていますぜひえ河野大臣のお力でえこの花を大輪の花としてそしてたくさんたくさんの花を咲かせるそんな一年にしていただければというふうに祈願をしています